メーデーっていうのはね、ズバリ働く人の日なんだもん。ま、メーデーのイベントはそのこととは関係ないんだけどね。関係ないんかい。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年5月2日土曜日、土曜日の午後5時29分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の音楽番組、どなたかご覧になりました？お気に入りのアーティストがたくさん出演していたので、最後まで口ずさみっぱなしでした。ん？これは前回とは違うんかな？言いよること。ちょっとよくわからん。前に私が M ステ買って寄ったやつ。ああ、私ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。では、本日も楽しい一日になりますように。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。お、左側にもバラが増えてきた。もしもし、こちら、たぬき商店のももきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、26,852 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さあ、何が、おぉ、なにちょっと待ってね。母の日サンキューマグカップ。何やったんさっきのちょっと待ってねって。え、今までそんなのなかったことない？とりあえずこれで、母の資産キューマグカップと、ケケパレード。よき。寝てるの？まあ、こんなところでお会いするなんて嬉しいな、よ。お話ししよう。このくらいの時間ってお腹が空いちゃうんですよね。でも夕ご飯まで我慢です、よ。女子力。ん？なんだ？ん？どこ？どれ？あ、これか。仲良しこよし。え、なにこれ。島に住む住民同士が仲良くなってくれるのは、たぬき開発としても嬉しいことだなもん。フレンドリーな関係は島の発展にも繋がるはずだから、マイルを進呈するだなもん。なにそれ、初めてなんやけど。肩書き、なごみ系の友、たぬきマイル300マイルゲット。え、どういう時にゲットできるやつこれ。いまいちよくわからないんだけど。ん？謎。今までも普通に話しよったけどね。さあ、何も入ってないかな？入ってないね。やっほー、たぬきち。どうもどうも。どうもどうも。今、メーデーのイベントを開催中で、いつもお世話になってる島のみんなに、メーデー旅行券を配ってるんだらもん。ところで、アイナさん、メーデーって何の日か知ってるだもん？勤労感謝的な感じよね。知ってるよ。一応聞いとく？メーデーっていうのはね、ズバリ働く人の日なんだもん。ま、メーデーのイベントはそのこととは関係ないんだけどね。関係ないんかい。たぬき開発の移住パッケージプランは、気ままな無人島生活を楽しんでもらうために始めたプロジェクトなんだもん。ただ、アイナさんにはなんだかんだであれこれお手伝いお願いしちゃったりもしてて、とにかく、いろいろとご協力いただいて、本当に感謝してるんだらもん。そんなアイナさんや島民の皆さんのために、特別な離島でのツアーを企画したんだもん。名付けて、メーデーツアー。この離島でのレクリエーションは、きっと楽しんでもらえると思うだらもん。ぜひこの機会に離島へ飛び立って、思う存分リフレッシュしてきてね。アイナさんのために用意したメーデー旅行券は、すでに飛行場のカウンターに預けてあるだらもん。おー、マジで。直接。有効期限の5月7日までの間に、好きなタイミングで行ってちょうだいね。僕からの説明は以上だけど、何か聞き逃したことはあるだらもん。大丈夫。またこっちに帰ってきたら、感想を聞かせてほしいだらもん。それじゃあ、アイナさん、メーデーツアー楽しんできてね。ってことで、じゃあ行きますか。飛行場へ。さあ、預かってくれていますか。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。おっと、ちょうど良いところへ。アイナ様宛てに、たぬき社長より、メーディア旅行券をお預かりしております。メーディア旅行券を利用されたいときは、一言お出かけしたいとお申し付けくださいませ。ということで、アイナ様、早速利用されますか？うん。利用されます。ラジャーです。ちなみに現在、アイナ様用のメーデー旅行券をお預かりしますので、ぜひこちらをご利用くださいませ。では、どちらに行かれますか？メーデー旅行券使えます。メーデー旅行券を使ってご旅行されるんですね。ラジャーです。このメーデーツアーは、たぬき社長が直々に企画した特別な離島でのツアーになります。離島で何が待ち受けているかは、ついてみてのお楽しみ。なお、このツアーでは持ち物をすべてこのカウンターでお預かりして、手ぶらの状態でご参加いただきます。ああ、そうなんや。てか、そういえば用意してきてなかったわ。安心してください。持ち物はちゃんとお帰りの際にお返しいたしますので。
ということは帰ってきたら返されるんよね。向こうでのものは何も持ち帰れんってことなんかな、イベントのは。では持ち物を預けて、メーデーツアーへと出発いたしますか？出発。はい、受けてまいりました。なんか看板立っとる。さあ、到着しました。ここがメーデーツアーの島になります。今回のツアーは一味違いますよ。島全体が一つの迷路のようになっている、謎解きを楽しむためのツアーなんです。迷路。アイラさんの持ち物は飛行場のカウンターでお預かりしましたので、手ぶらの状態でのスタートとなります。謎解きに必要なものはあらかじめ全て迷路の途中に置いてありますので、それらを使ってゴールを目指しましょう。あ、そういうこと。持ち帰るとかじゃなくって、ここで使っていく感じね。もし途中で行き詰まり、出られなくなったら、迷わずお友達のスマホの緊急脱出サービスをご利用ください。ああ、使えるんやね。今回のツアーの特別ルールとして、島の状態を元に戻しますので、謎解きを最初からやり直すことができますよ。へえ。また、ヒントが欲しくなった場合は、私に話しかけてみてくださいね。え、ここまで戻ってこんといかんってことそれ。それでは参りましょう。Good luck! ありがとう、頑張ります。あれは何？スコップ。スコップ。あ、低木を掘り起こせってことかな。そこにもなんか道具が、ん？なんか穴があるな。あの穴は塞げるの？いいよ。リンゴー。違う。なんかあるわ、ここに。え、ちょっと待って。これは？何をどうするんやろ。この辺。え、でもこれ、埋めれる？いや、埋めれない。逆に掘る。できんよね。え、ってことは？え、この木を破壊するということか？木を破、え、でもさ、これさ、木破壊した後もなんか向こう側にあるけど。え？ちょ、待って。ここに植えるとか。植えれんかった。こっちは？掘り起こせない。え、待って。うおぉ。助け。そっか、これを掘り起こせば。普通にこれを掘り起こせば。え、なんだ？何をどうすればいいの？これを食べて、葉破壊。え、でもそこ、あ、飛べるんか。なるほど、向こう側に何もなかったら飛べるんか。あ、よき。あ、これまた、もう一個食べんといかんのか。待って、これは。あ、なんか、あ、え、見知らぬ猫がおる。え、絶対そうやろ？見知らぬ猫やったっけ？見知らぬ猫よね。え、待って、そこにも果物あるけど、あ、こっちに回ってくるんか？なんか木材3つ拾ったよ。木の枝もある。へぇ。え、これ元に戻ってきたんやない？え、これ戻っ、あ、こっち行けるんか。ちょっと待って、これでこっちのもゲットして。んで？これもゲット、あ、そこにもなんかある。ん？作業台もあるな。壊れかけの、作業台があるってことは、なんか拾って生きよるもので何か作れるってことか。ふんふん。何が作れるんやろ。え、てか。ん？これは？どこに行けばよろしいんでしょうか、私。よいしょ。壊れかけの斧でこれ壊せる？え？壊れかけなんかで壊せるんかな？いや、でもあれか。ボロい斧ではないんよね。ってことは、一回分のってことか。木一個分壊せるだけの斧ってことや。なるほど。で、木の枝とリンゴ二つ。ゲットー。んで、どこに行くんだこれで。あ、別の場所に行けるこれで。これを、え、ちょっと待って。これ、食べて破壊できるか。リンゴを食べて、破壊。よし。あ、なんかあるよ、レシピ。これは今後も覚えておけるレシピ。しょぼい斧やった。
ここだけってことか。うんうん。なら全然知ってる。あ、これも、ちょい待って。あ、置いちった。違う違う、そうじゃなくて、食べて。はい。引っこ抜く。ここで、何作るんやろ。DIY で何か作ろうかな。斧を作るってことか。なるほど。処方用の作って、え、で、普通の方も作れるってこと？なるほど。ちゃんとそれに必要なレシピだけが表示されとんやね。あ、こっち作れんやん。鉄鉱石がいるぞ、鉄鉱石が。え、これさ、鉄鉱石がいるってことはさ、破壊、あれやないん。岩破壊する前にさ、これあれやん。岩破壊する前に、あ、ここで、あ、あるわ。よかったー。岩破壊する、あ、ちょっと待って。破壊する前に、石叩いとかんといかんかったんじゃないかと思った。ふぅ、なるほど。ちゃんとこうやって落ちてるわけですね。よいしょ。見知らぬ猫のところがゴールってことかな。はい、DIY で。おー、これで斧が作れるぜー。あ、ってことは、これで、なんかいっぱいある木が、壊していけるということだわ。ことやけん、ちょっと斧に、切り替えていこう。あそこのレシピはさ、取っても取ってもあのまんまなのか。これで、とりあえずさっきあった、そこの木を、破壊しましょう。あれ？待って、これは、あ、こっちからいけるんか。はい、これで、木を破壊。ふぅ。んで、間違え。これ普通にいけるんじゃね？引っこ抜かんでもいけるんじゃね？で、ここでリンゴを、ん？リンゴをゲットした。一個は引っこ抜いていくってこと？あ、置いた。え、てかさ、ちょっと待って。なんかさ、剣のところ、剣のところ全然たどり着けんくない？え、どういうこと？とりあえず行けるように、開けていくけど、これ多分もうゴールじゃない？え、そうですよね。きっとそうですよね。え、絶対そうだと思うんだ。あ、そこにも剣がある。あ、てかほら、多分あれ出口の案内やろ。ふっ。合ってた。ちょいと待ってね。とりあえず、話しかけんかったら大丈夫なんかな。これなんなんやろ。なにこれ。あ、ベル吹き会見。あ、お金を稼げるということか。どうも。お、銀もゴールまで来れたんだね。おめでとう。あれ、君どこかで会ったっけ。これいろんな島をぶらついてるから、人の顔とかなかなか覚えられなくってさ。多分島というか村であったかな。この島は初めてだけど、特別変な島だよね。あ、村っていうか、あれや。駅舎の電車の中であった。君はどうして来たの？たぬきちさんの紹介だよ。え、たぬきちさんと知り合いなの？実は俺もたぬきちさんに誘われたんだ。え、そうなんや。え、もしかして君も挑戦者側ですか？面白い島を作ったから、もし暇だったらおいでよってね。もう見知らぬ猫が作ったんじゃないんよね。でもまさかメールだとは思わなかったよ。びっくりするよね。君、たぬきちさんと知り合いってことは同じ島に住んでるの？うん、そう。いい島だよ。まあ、そうだよ。へえ、やっぱりそうなんだ。たぬきちさん、最近すごくその島に力を入れてるらしいね。確か、あゆな島だっけ？そうそうそう、ピンポーン。あは、やっぱり。君ってなんか面白いね。君みたいな人のいるあゆな島って、あゆな島ってきっと楽しいんだろうな。そういえばさ、君ってなんて名前なの？あゆなです。うんうん。へえ、あゆなさんか。いい名前だね。ありがとう。じゃあ、アイナさん。ここで会ったらもう何かの縁だし、お近づきの印にこれあげるよ。
一瞬リンゴかと思った。おしゃべりに付き合ってくれてありがとう。迎えで楽しかったよ。それじゃあ機会があったらまた会おうね。バイバイ。これで見知らぬ猫のカバン、ほう、置けるかな。ダメやった。これ一気に全部食べとけば大丈夫ってことやろ多分。違うよね。一気に使われるわけじゃないよね。別に三つとも。よいしょ。おっしゃ、これで。よし。よし。よーし。イェーイ。はい、回収。これで全てってことかな。で、あとはここ掘り起こして帰ればいいってことや。ふぅ。ふぅ、気持ちいい。やっぱね、せっかくのベル引き換え、ちゃんとやっていかねば。てか、ベル引き換え券って私今までゲットしたことないんやけど、それは売ればいいってことかな。ダンマ。あ、もしかして迷路をクリアされたのですか？アイナさん。クリアしたよ。おめでとうございます。これはタヌキさんに報告せねば。しかも、何やら見慣れん荷物をお持ちのようで。なるほどなるほど。たまたまこの島に遊びに来ていた別のお客様からの贈り物なんですね。ではその荷物は堂々エアラインズが責任を持ってご自宅まで配送いたします。さて、これにてメイデーツアーは終了です。お帰りの際はお声掛けください。ちなみに、もしこの謎解きをもう一度最初から楽しみたければ、お手持ちのスマホの緊急脱出サービスをご利用ください。今のはなかったことにできますからね。なかったことにはしたくないです。帰ります。はい、どうされますか。帰りたい。アイナ島に戻れば、アイナさんのポケットの中も元の状態に戻し出します。ただ、別のお客様からの贈り物と、ここで拾われたベル引き換え券については、別途ご自宅に配送しています。あ、ありがとう。ご自宅のポストでお受け取りくださいね。では、出発いたしますか。オッケー。もうこのメイデーツアーに戻ることはできませんが、よろしいですか。もうやることはないと思いますが。まあね。オッケー。まあ、ちょっと、見知らん猫をともう会えないのが悲しいっていうぐらい。ラジオです。では参りましょう。ふう、帰りますか。ありがとう。うん、荷物は元通り。で、その配送いたしますっていうのはさ、もうあれなんすか？あ、届いとる、届いとる。堂々エアラインズから。いつも堂々エアラインズをご利用いただきありがとうございます。メイデーツアーにてお預かりしたミシュラン猫様からのプレゼントを郵送させていただきます。堂々エアラインズ。そして、こっちもね。ふんふん。ふぅ。ってことで、見知らん猫のカバンと、ベル引き換え券。見知らん猫のカバン、どんな感じ？あ、かわいい！いいね、いいね。ユキだね。かわいい、かわいい。で、ベル引き換え券は、振り飛ばせばいいのかしら。ちょいと、持っていきます。どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。どうも。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取って。買い取りでございますね。では、お売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。どう？これで。ベル引き換え券ですね。それなら2万7000ベルで買い取らせていただきます。おー。2万7000ベル分なんや。はい。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。でも苦労して取った割には少なかったなぁ。まあでもそんなもん。ありがとうございました。ました。まあでも普段、あれか。動画外で稼ぎ寄る分ぐらいは稼いだということかしら。あ、そういえばなんかさ、向こうの島で、なんかついたよね。マイレージプラス。何がついたんやろ。あ、これ？あ、道具クラッシャー。なるほど、4段階目が来たか。
肩書き、加減を知らないデストロイヤー、たぬきマイル2000マイルゲット。加減知らないわけじゃないの。あれは壊れるように作られてたから。しょうがないんだ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあこれで見知らぬ猫は、まあ、メーデーのイベントに出てきたけど、怪しい猫は今後出てくることないんかな。ね。だって怪しい猫今までエイプリルフールに出てきよったけど、あつ森ではそのイベントなかったし、どうなんやろうね。